雨が、竹は、山梨県南駒郡美野部町と静岡県、富士宮市にまたがる、天出山地の標高1771.6メートルの山。元栖湖の南西岸に接し、東側の静岡県側の山域は、富士箱根伊豆国立公園の特別地域の指定を受けている。山名は、山頂に雲がかかっていることが多いことや、雨乞い信仰に由来するなどの小説がある。 東山6には富士山や寄生火山の溶岩が押し寄せて、その上に火山灰のローム層が積もっている。フォッサマグナの南部に属する最も古い地層であり、山体はその上に乗った火山とされる。山頂には山東三角点が設置されている。山頂部は笹に覆われている。山頂からは富士山が望める山頂から富士山が見渡せる山で登山の対象となる山である。 主な登山道を以下に示す。富士山の西に隣接する山梨県と静岡県との県境である天津山地の狩猟線の北部にある。山頂から北側に伸びる尾根が元栖湖の西側にあり、三坂山地につながる。西側には富士川を挟んで赤石山脈がある。周辺の主な山を下表に示す。山頂の南東2 9トルに 天出山地の最高峰である、毛し山がある。山頂の南南西1 2トルにあるピークは、高月期と呼ばれている。龍ヶ竹との安部の橋足峠周辺の主な峠を以下に示す。北側の河川は、本栖湖へ注ぐ。西の沢は、戸次郎川、床葉川、株川と合流して富士川に注ぐ。東の河川は、富士山の火山灰や溶岩の下に浸透し、 副流水となり、芝川に注ぎ、太平洋側の駿河湾へ流れる。山頂の東 2.0km2970 年に、完成した、栄沢貯水池があり、朝霧高原での生活用水の水がめとなっている。雨が竹から望む東山6の国道139号沿いに、ある道の駅朝霧高原南東36に、国道139号が通り、北北。 東山6の元須古藩に山梨県道709号元須古藩線が通り北西山6に山梨県道412号落と台徳波線が通りその終点に山の上社がある南東山6に東海自然歩道が通る山陸や周辺の主な施設を一家に示す富士山から望む雲海に浮かぶ天守山地左から毛なし山雨が竹 竜が、竹、もとすこ、円形は南アルプス山頂の南西側のピークのコーデッキ付近からは南アルプスを望むことができる。ウィキメディアコモンズには雨が竹から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。